どうも。突然ですが皆さん。この武器についてどう思いますか？なんか、すごいよね。何がどうすごいかわからないけど、圧倒的なごちゃごちゃ感。使い勝手は悪そうだけど、とりあえずすごいね。このいっぱいあるサイト、どれを選んでもいいんだよ。便利だね。こんな感じで今日は、武器カスタマイズについてだよ。ちなみにこの武器の詳細はこんな感じだよ。全体像を見ると、いびつさがよくわかるね。真ん中のゲージは、この武器の性能を表してるよ。下の部分は、現在装着中のパーツを表してるよ。フラッシュライトが6個も。ちなみに前回使ってた武器にも、フラッシュライトはついていたよ。ライトの種類によって明るさは変わるけど。一つだとこんな感じだね。じゃあ6個もついてたらどうなるか、見てみよう。うわー。目がー。驚きの白さ。こんな白すぎたら敵なんか見えないよ。敵からはどう見えるのかな？どっか良さそうな場所に、武器を置いてみてみよう。うん、この段ボールにしよう。電気をつけて、武器をポイッとな。ちょ。ポイッとな。おい。乗ることすらかなわない。よし。今度こそ、ポイッとな。はぁ？この武器息が良すぎて嫌になっちゃう。ぽい。見事な大乗前転だね。そうじゃねえんだよ。今度はきっちり狙いを定めて。いけー。おいおい、さっきまでの勢いはどうしたよ。おらいけ。お。やっと乗ったよー。で、何するんだっけ？そうだそうだ、敵からどう見えるかだったね。あのライトビームを食らうと、こうなるよ。何も見えねえ、チカチカスルー？このライトビーム、撃つ側も撃たれた側も何も見えねえ。でもオンオフを連打して、チカチカすれば、敵の目を直接攻撃できるね。漏れなく自分もチカチカするけど。今は朝方だからまだいいけど、真っ暗な夜にやれば、対人としては使えそう。さっきは屋内だったけど、屋外ではどういう風に見えるんだろう。反射するものがないから幾分かマシだね。敵からの見え方も確認しよう。ポイッとな。ポイッとな。もうこの向きでいいや。離れるとマシになるけど、光の後ろにいる敵を狙うのは難しそうだね。このライトずっとつけてると、敵に私はここですよーって言ってるようなものだね。ま、あんな眩しいライト、ずっとなんてつけてられないけどね。さてさて、そろそろ本題のカスタマイズについてを、話していくね。よりどりサイト付きライトビーム銃の、カスタマイズ画面だよ。もう何が何だかわからないね。こんな感じで、好きなようにカスタマイズできるよ。ちなみにこの、よりどりサイト付きライトビーム銃、作成するのに必要なお値段。なんと約54万ルーブル。これだけのパーツが必要になるよ。ちなみにルーブルはタルコフ内で、最もよく使う通貨だよ。現実のロシアの通貨だね。ちなみに現実だと1円は約 1.44 ルーブルだよ。54万ルーブルは78万円くらいだね。ゲーム内だとどのくらい高いのか。結構有名な銃である AK の値段を見てみよう。AK の種類がありすぎるけど、
とりあえず AK74 にしよう。カスタマイズなしの AK74 が、最安値15,000ルーブル。よりどりサイト付きライトビーム銃は、AK74 の36本分のお値段。ま、私はこの撮影が終わったら、バラして他のカスタマイズに流用するけどね。私の言うことを聞かない子は、こうだ。バラバラになったよ。こんな情けない姿になってしまって。しょうがないから元に戻してあげよう。実はこれが銃の本体。もちろんこれだけでは撃てないので、銃として最低限必要なパーツをつけていくよ。あとどれだっけ？今つけたマガジンはなくても、とりあえず撃てるよ。パーツの種類が多くて、未だに何が何だか、わからなくなる時があるよ。これでとりあえず銃として機能するね。ただ途中余計なものもついてたね。こっちが最低限銃として機能する構成だよ。青い丸がついてる場所すべてに、何かしらのパーツがあれば、銃として機能するよ。マガジンがないのに弾はどうすんだよ、って思うよね。大丈夫、チャンバーにさえ弾が入ってれば撃てるから。ま、一発しか撃てないんだけどね。これが全貌だよ。スマートだね。こんな風にパーツさえあれば、一から銃を作れるよ。ただパーツ同士が干渉することもあるから、取り付けるときは気をつけてね。例えばこのアダーという銃に、サイトを取り付けたい場合。よりどりサイト付きライトビーム銃から、何でもいいからサイトを。つけて。これでよし。どんなものか覗いてみよう。試し撃ちができる、射撃場に行くよ。よっこいしょ。えっこ。ついたよ。さあ覗いてみよう。なんですかこれは。ドットにフロントサイトが干渉して、うまく狙えないね。こんな風にいろいろなパーツが、自由につけれるから、パーツ同士が干渉して、思った通りにならないこともあるよ。今回の場合はフロントサイトを外しちゃおう。ええや。あれ？フロントサイトを外すと、武器として機能しないみたい。実はこれフロントサイトじゃなくて、フロントサイト付きガスブロックなんだよね。だからガスブロックがないと、銃として機能しないってこと。じゃあフロントサイトがついてない、ガスブロックをつけてみよう。どれにしようかな。これなんてどうかな。いやいやマウントはいらないね。こっちのスリムなやつにしよう。今手元にないから買わなきゃダメか。こっちはどうかな。これもか、いくらだろ。さっきのスリムくんの方が安そう。46ドルか、買っちゃえ。これで完成。ちゃんと武器として機能する状態だね。じゃあサイトを覗いてみよう。見やすい。自由すぎるがゆえに不便な部分もあるけど、自分だけのお気に入りの銃を作れるのは、タルコフの魅力の一つだと思うよ。銃は銃撃戦に使うものだから、結果的に性能重視になりやすいけど、自分好みのカスタマイズを、楽しんでみてね。お疲れ様、見てくれてありがとね。あんだこれ。ショットガンに弾が入んねえぞ。3分の0発ってなってるのに、スロットに空きがねえってなんだよこれ。なんかショットガンはマガジンチューブ。これか。これに直接弾を入れなきゃいけないのか。一旦武器から外して。弾、入ったな。なんだこれめんどくせえ。